パスを奪えばというところでした。沼津ですが、藤枝、土井へ縦パス入らず、シュートはポスト入った。えぐってクロスが上がる、シュート決まりました。中井のパスを受けたのは鈴木翔太、中に入れて横山、反転シュート決めました。この人も攻撃の起点です。鈴木翔太からボックス内、さあかわしながら横山、ゴールを見てシュートだ、決まった。河原から鈴木純、ここをキープできるかというところでしたが、シュートを入れるか、クロスを入れて決まりました、横山。そして水野からのクロス、うまくヘディングシュート持っていきました。これが決まりました。ボールを持っていって中へワンタッチありまして、さあこのボールがループになったところで横山、横山ボール乗っていってシュート決まったか。でもプレスをかけます。さあここはスペースを見てパスが通った、中へフリーになっているシュート、決めました。久保が持ち込む、渡辺、久保、ちょっとボールそれたが、横山、鈴木純、もう一度もらって上げる、胸で落としてシュート決まった。このパスが甘いところ、また横山、横山